今週もお疲れ様でした。釣り大好きキャラです。前回は蜂の巣を使って回収装置を作りました。で、パート24の今回は海底神殿を攻略しに行こうかなと思います。で、海底神殿なのでコンジットとあとはポーションを持って行ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。では頑張って行ってみたいと思います。で、これでいいかな。で、まずはナスのこれかな。で、砂を乗せて、はい、もう痛い。よし、行きますよ。よし、倒しました。一匹目倒しましたよ。よし。で、もう一回穴を開けに行きましょう。で、あとはこの二つ出てるところの、ここら辺でいいかな。ここら辺にも、爆弾仕掛けて、多分あそこら辺にいると思うんですよね。よいしょ。ないかな。はい、いた。よし、2匹目倒しました。それよりも奥にいるガーディアンが痛い。よし、これで2匹倒したので最後もうサクッと穴開けてきちゃいましょう。あ、いたと。あ、違う、ここら辺でいいかな。痛い痛い。どこにいるんでしょう。最後。もう一匹。わ、いっぱいいる。やだ。あれ、もう一匹。わ、痛い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 。あれ？もう一匹どこ？どこにいるんでしょう。あ、いた。もうちょっと頑張れ。頑張って。あ、倒しました。やったー。はあ、もうドキドキだった。よし、じゃあちょっと一旦これで戻ってからちょっと考えましょう。痛い痛い痛い。やったー、3体倒しました。やりました。で、これでもう呪われなくなったので、あ、全部消えちゃった。3体やったらこれ飲むと消えちゃうんですよね。あれですよね。これでもう、ツルハシとかも使えるようになったので、これもういらない。で、あとはスポンジ部屋を探して回収していきたいですよね。水中呼吸持っときましょう。あとは何を持っていったらいいかな。 あとあれですよね、コンチットつけていきましょう。これで、あとここですね。これでいけたかな。
よし、これで半紙とかも使えるようになったので、わ、すごい雨降ってましたよいしょ、やったー、これでコンジットも使えるようになりました。で、あとはスポンジ部屋を探していきたいと思いますどこだろう、本当に。違う、え、どこなんでしょう。あ、これ外ですよね。わかんない、同じとこ回ってる気がするし。あ、ありました、よかった。あ、クワ忘れてきちゃった失敗した、クワないです。いや、これクワが必要でしたね、やっぱり。そう、持ってかなきゃと思ってたんですよねいつものように忘れちゃいましたね。やったー、スポンジいっぱい嬉しいスポンジちょっと楽しいですよね。で、これ一箇所だけどっか水抜きをして、それでトラップを作ろうかなとも思うんですよね。なんかものすごくちっちゃい規模で作れるやつがあったので、それを作ってみてもいいかなと思うんですよね。なんかあまりにも巨大なのはちょっと作るのがね難しいですよね。小型化したいですよね。よいしょ。なのでスポンジがあると助かりますよね、そういう時は。よかった、やっと見つかって。でも意外とあれですね、結構ちっちゃい部屋にありましたね。なんとか無事に海底神殿を攻略することができました。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い週末を。